シュリーナガルはインドのウッタラーカンド州パウリーガルワール県のテントである。シュリーナガルは北緯30度13分統計78度47分、北緯30.22度統計78.78 78度、30.2278.78にあり、アラクナンダー川下川に位置する。平均標高は560メートルである。ガルワールヒマラヤ山無薬最大の都市である。 ウッタラーカンドの平野部と山岳部の間の都市である、リシュケーシュからは 100km の距離にあり、国道58号線が通じている。南の山地から見たシュリーナガル2007年のインド国勢調査によると、シュリーナガルの人口は8万人であり、男性が55%、女性が45%を占めていた。シュリーナガルの平均識字率は83%で、 国の平均である59.5%よりも高い。男性の識字率は86%、女性は79%である。シュリーナガルでは人口の18%が6歳未満である。2012年の国勢調査では人口は15万人で男性が52%、女性が48%だった。シュリーナガルはガルワール山地最大の都市であるだけでなく、 今やウッタラーカンド州最大の都市でもある。シュリーナガルはまたウッタラーカンド州の教育都市でもある。ガルワール王国時代のアラクランダー川の吊り橋。1784から94年シュリーナガルはガルワール王国の首都になってから脚光を浴びた。1506年から1512年の間にアジャイパール王はこの地域の様々な主張やマリーを統一して、 ガルワール王国を建国し、首都チャーンドプルガリーからシュリーナガルに移した。ゴルカ王国は、ネパール王に勝利して、カトマンズ王を占領すると大胆になり、1803年には、西方のクマーウーンとガルワールを攻撃した。ガルワールのプラギウマンシャー王は敗北して1804年1月に殺された。シュリーナガルは1806年から1815年まで、 ゴルカに支配された。クルカ戦争でゴルカがイギリスに敗北すると、菅ウり条約でシュリーナガルはイギリス領があるワールの一部になった。古いシュリーナガルの町は1894年の天然ダム崩壊によって破壊され、戸籍は全て失われた。今日、シュリーナガルは文化、教育の中心的都市である。 シュリーナガルは標高が560メートルと低いため、ガルワール山地では夏の暑さが最も厳しく、5月から7月の間は最高気温が摂氏45度に達することもある。冬は寒く、12月から1月の間は摂氏2度まで下がる。ありがとうございます。